セルフマネジメントマスター講座後編です。皆さんこんにちは。アイエア関東代表、そして斉藤ゼミマネジメント講師の斉藤です。今回第2回目の動画として、ウェブスクールですねとしてやっていくのが、このセルフマネジメントのマスター講座第2幕後編です。こちらにあるようにレベル7から13まで、この内容を今日はがっつりとお伝えしていこうと思っております。まず大まかに、説明していきますと、レベル7は組織と顧客。組織から見た時、顧客って一体どんな人たちなのか、これを確認していきたいと思います。そしてレベル8はコミュニケーション。管理職にとって必要なコミュニケーションって一体どんなことなのか、それを紐解いていきます。レベル9は優先順位。意外と皆さんここが苦手です。優先順位をしっかり立てていきましょう。レベル10、機会重視のマインド、いわゆるチャンスをちゃんとものにできるかという話をしていきます。レベル11は生産的勉強法、その2です。楽しみにしていてください。そしてレベル12、コントロール。最もコントロールしなければいけないものは一体何なのか、これをお伝えしていきます。そしてレベル13、最後の内容です。成功者3つの行動という、あなたがすぐ行動に移す、そのための内容をお伝えします。いずれもあらかじめテキストをダウンロードしていることかと思います。テキストにこう穴埋めの状態になってますよね。そちらをどんどん埋めていく形で学習を進めていってください。ということで早速始めていきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。